平和なポップスターを突然襲ったロボット軍団。最大の危機にカービィが立ち向かう。パワフルな相棒ロボボと共に機械化された世界を救え。任天堂 3DS 星のカービィロボボプラネット。今作ならではの機械混じりのステージを奥に手前に仕掛けを解きながらカービィが行ったり来たり、敵を吸い込んで能力をコピーするカービィ。これまでおなじみだったものに加えて姿を消したり電撃を操って攻撃するエスパー、薬や科学の力で戦う頭脳派ドクター、危険な成分が入った液体を放つポイズンなど強力な能力が新登場。その数25種類以上。そして今回敵のマシンとして現れるも、カービィが乗り込むことで頼もしい相棒となるロボボアーマーが新登場。ブロックを破壊しながらガンガン突き進んだり、腕をレンチのように使ってダイナミックに仕掛けを動かしたり、さらに敵の性能をスキャンすればもっとパワフルにモードチェンジ。燃え上がる炎ファイヤーモード、痺れる波動スパークモード、敵陣を駆け巡るホイールモード、ミサイル撃ち込めジェットモード、いろんなモードにチェンジして突き進め。ロボボのスキャン能力は10種類以上。またステージに散らばったステッカーを集めればロボボに貼ってカスタマイズ。ステッカーの数はなんと200種類。たくさん集めて自分好みのロボボでプレイしよう。本作には2つのサブゲームを収録。みんなでカービィハンターズは最大4人で協力して手強いボスと戦うアクションゲーム。剣士や魔法使いなど4つのジョブから1つを選び、その能力を生かして敵に挑戦。最大4人まで遊べるローカルプレイではソフトを持っていない友達とも一緒に楽しめる。もちろん一人で遊ぶことも。プレイ中に出現する石板を集めると強力なフレンドメテオで大ダメージを与えることができる。経験値を積んでレベルを上げたらさらなるクエストに挑戦だ。カービィの 3D チャレンジは吸って吐いて敵を倒す 3D アクション。敵を吸い込んだらそれを星型の弾にして狙いを定めて発射。まとめて倒してコンボをつなぎ目指せハイスコア。世界を救うため行けカービィ、ロボボと共に突き進め。任天堂 3DS 星のカービィロボボプラネット。アミーボ。星のカービィロボボプラネットはアミーボに対応。すべてのアミーボに対応し読み込むことで必ず何かが起こります。ランダムで能力をゲットできるアミーボや、キャラクターにちなんだ能力をゲットできるアミーボ、また新しいカービィシリーズのアミーボをタッチすればレアな能力や特別な見た目のコピー能力を使うことができます。アミーボ、星のカービィロボボプラネット専用ジオラマキットも新登場。